ロサルバカリエラによる肖像画1730年1731年作。第二大母音詩尺グスタバス・ハミルトンはアイルランド貴族グレートブリテン王国の庶民委員。フレデリック・ハミルトン閣下とエリザベースブルックの長男として1710年に生まれた。1715年12月10日に父が1723年9月16日に祖父が 死去すると、母院死者区の借位を継承した。1719年から1724年まで、ウェストミンスタースクールで教育を受けた後、グランドツアーに出た。1736年2月に、与党保育党の一員として、ワイト党のニューポート選挙区で、民委員議員に当選、同年8月9日に、アイルランド数密院の数密顧問官に任命された。 翌年に年収1000ポンドの官職を得て、以降政府側として投票した。1741年イギリス総選挙で立候補せず、議員の座から退いた。1746年4月18日に死去、生涯未婚だったためをジグスタバスの息子フレデリックが、爵位を継承した。ありがとうございます。